こんにちは。こんにちは。今日は水溜りにはまるよ。危ない。今日は雨の中で。アコって言われてるよ。今日は雨の中で。はい。ナッピのライトゲームです。さあやっていきましょう。とりあえずそっちから順番に打っていってみようか。イカ釣れとんやな。本当よ。本当よ。ここから。ここ？そう。ここと船と船の間をまずやっていきましょう。釣れても釣れなくても放送はします。お、いいね。一等でいいよ、ここは。一等でいいよ。うん、そうやな、そこついてちょん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 って。はい、いいよ、3回ぐらいちょんちょんちょんって話して、4回でもいいかな、巻きながらちょんちょんちょん。あまりやってたら値が上がるか分からない。あ、雨やと釣り人おらんねん、これ休日やのに。もっと激していいよ、トントントン。あのエギやるぐらいでトントン、うん、そんなんでいい、うん、そんなんでいい、そんなんでいい、うん。どうなってんのかな。そこでダートしてるだろ。うん、ちょっとついても使うのも肩は追いかけてくるから。急いないですね。移動しましょう。こっちです。フグですか。最悪。こっちやで、早くこっち。あっちあっち。最悪。じゃあもう本命の目きね、あそこのさ、本命行こう、本命場所。どこ？そこ？ん？違う違う、本命場所あっち。ここはもう投げへんの？もう投げへん。これ、イカ釣れとる。かじられたのみやん。こっちやね、こっちから。まっすぐ行くやね。雨の中。僕たちは何をしとんねん。おお、まあイギングロッテやでな。はい。うん。でピタッて止めて、でまた繰り返し。残念。あ、行きましょう。かじられた影響やろか。そんなことないよ。ちょっと動きが悪いですね。肩は何でもいる。コントロールがちょっと。かじられたわ。取ってよ、ちゃんと。だってないんや、もう。変えてみる？持ったの？いやー、その重さのはない。もうちょっと軽いで飛ばへんから。ちっちゃいやつ？ちっちゃいやつ。もっとちっちゃいやつ。こう、下らへんには多分ついとるやろね。ん？下らへんにはついとるやろね。
いい、オタ食ってくる。オタ食ってくるで、おらんねん、だから。ナイス、寝掛かり。はい、移動しましょう。移動しましょう。じゃあ、プラグでやりましょう、向こうで。ここがなくなってった。はい、じゃあ、プラグでやりましょう。何やってるんですか。犬が来た。はい。後ろ投げると気をつけなよ。いろんなところにもう探ってやっていこう。もうずっとトゥイッチ。ルアーがもし飛び出そうやなって思ったらしゃがんでやったらいいでな。なるほど。こんなかゆい時はどうしたらいいの。かゆい時は我慢する。どこにおるかわからないからね。回遊してないんかな。もうちょい左もおらん。ほら向こうほら左番前とか番前初めに見たからもう一回行く。うん、ただ巻きじゃいかんの。ん、ただ巻きじゃいかんの。ただ巻きじゃ食わんのですよ。そうなの。絶対なのはないな。いたら飛びかかってくるんやけどな。疲れたらジグに変えよう。ジグに。うん。じゃあジグに変えようか。ジグ。ジグに変えよう。はい。ちょっと。ミドちゃんに。着底させるってこと。着底一回させやな。だからその時に目がかかるリスクもあるっていうことを覚えておいて。取ったよ。そここんなんやでな。カキ殻やろ。そうそう。一人で。お、うん。何年も通っとうもんな。うん。なんでこんなに静かなんやろ。釣り人ゼロっていうの嫌やよな。釣りやんねやろか。うん、それそれ。うん、違う。え？ 100均？うん。あ、それそれ。取ってよ。本当に。めっちゃ固定してただ巻きやでな。ただ巻きでいい。うん、ただ巻きでいい。何もせんでいい。もうそこ一回絶対付き合わなあかんけど。引っ掛けたとあかんよ。あー、ミスがある。で、なるべく遠投やで、遠投。下にどっかに飛びに行くか。どう？見たことない。ちょっと着底させてからさーっと巻いていくだけ。ここ水深浅いでな。すごい。1メーターもないんちゃう今。もう分からん着底が。パラ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 ってあのスプールに手当てとったら分かると思うよ。うん。ただ巻きで普通に。これから。取ったらゴンってくる。
草子とかそういうガッチャン系もおらんのかな。そういった魚もおらんね。見当たらんもんな。マジか、どうしよう。え、どうしよう。僕らの癒しガッチャンがおらん。ちょっと飛びかかってくるんやけどね。言うてね、まだそんな潮悪いとこ。おお、食った食った食った。おったほら。なんやこれ、僕らの癒しガッチャン。いやー違う、ハタちゃんや。はい、ハタちゃん、大もんちゃん。僕らの癒し大もんちゃん。え、大もんハタグルーパーちゃんね。赤のワームで釣れたね。はい、何がしあげよう。ありがとう大門くん。大門ハタ美味しいんでね。高級魚なんですよね大門ハタって。結構小ハタくん、ちっちゃいで。はい、ありがとう。